今日は何のコスプレ？今日はアリケンですね。今日撮影だったんだけどさ、夕方で今行って帰ってきたんだけど、行く前にタバコ吸いながら誰か配信してねえかってアリケンやってて、パッて見たらメガネかけて俺と同じココイチの T シャツ着てて、でバロラントしててレイズ使ってたわ。もう俺やんつって、メガネかけて坊主でデブでバロラントしてレイズしてて T シャツココイチの同じの着てたからね。まあ今日はハッピーハロウィンってことでアリケンの仮装してますね。はい、アリケンは俺の仮装してて、俺は今日のアリケンの仮装してたから、まあもう本当に二人で切磋琢磨、ツイッチのおデブ協会を風神雷神として盛り上げて いけたらなって。はい、そうアリケン、キョウちゃん、キョウちゃん、アリケンっていう関係性、風神雷神でやっていこうかなって思ってますね。しかもアリケン普通にうまかったし、裸バンダル買っててさ、いやトロールやろと思ったら二人とも頭ワンタップで倒してた。パンパンっつってクソ強かった。仮装しないの？しとるやん、ここ一番の。いやてか今日はアリケンの仮装してるんで。街にハロウィンのコスプレ、パーリーピーポーがカッポしてたから辛くなってキョウちゃんの配信見に来た。いや俺もさ、実は18時からさっきまで渋谷で仕事してたんだよ。マジやばかった、めっちゃ人いっぱいいて仮装してる。ネズコいたよ、ネズコ。外国人の2人がネズコと炭治郎のコスプレしてたわ。あとなんかものすごい全身網網の小悪魔ちゃんになったドエロ女の子の2人組とか、めちゃくちゃコスプレイヤーいっぱいいた。